ちらは大容量の撥水トートバッグになってます。このようにショルダーがついていてとっても軽いです。で使わこのショルダーを使わないときはこのバッグの中に収納してしまうとシンプルなトートバッグになります。中を見ていくとこのように薄い1枚のこちら昆布ナイロン、特殊ナイロンを使っているんですが、こう自立するのでとっても薄くて軽くて丈夫です。で中にこの取り外しのできるポーチがついているのですが、このポーチ単体でも使えますし、このようにカバンの中の仕切りとしても使えます。小さいポケットなどもついているので中でも物がぐしゃぐしゃしないで使えます。こちらと同じデザインなのですが、このツートンカラーのタイプもあります。こちらもとっても爽やかです。このようにしまして、こちら中は紺色の仕切り兼ポーチがついております。持ち手は、こちらヌメ革になっておりますのでしなやかになっていい味が出てまいります。いかがでしょうか。